お兄ちゃんと結婚したいなら300万円払えよ、今すぐに。え、そんなに？無理だよ。はあ？そのくらいなら貯金あるでしょ、もう28なんだからさ。貯金の問題じゃないよ。そんなに私と守の結婚が嫌なの？別に嫌なんかじゃないよ。ただお金くれればそれでいいし、むしろ一生私の金づるになってくれるなら助かるわ。もうこれまでに合計50万円は振り込んできたよね。もう限界だよ。守だってこんなこと知ったら悲しむよ。たった50万じゃん。それで済むと思ってたの？それに兄ちゃんに知られちゃまずいのはリサさんの方じゃないかな。まだ言うつもりなの？もう過去のことなんだからさ。婚約者にも言えない過去でしょ。お兄ちゃんって隠し事とか嫌いだしね。バレちゃったら結婚の話はもうなくなっちゃうかもよ。誰にだって知られたくない過去くらいあるものだよ。それに私はちゃんと過去を清算したんだからさ。そっとしておいてよ。だったら素直にお金払ってよ。そしたら黙っててあげるから。それにしてもリサさんもおとなしそうな顔してよくやるよね。既婚者に手を出すなんてさ、もしかして他人のものが欲しくなっちゃうタイプだったりして。怖いわ。お兄ちゃんかわいそう。それにしても私のバイト先の店長があんたの元彼だったとかね。いろいろ聞かせてもらったよ。おかげでいい金づるゲットだよ。既婚者だったなんて私は知らなかったのよ。騙されてたんだよ。でもそれを証明できなくて訴えられたの。一つの家庭が壊れたのは事実だけど、本当に私は知らなかったんだから。知らなかったじゃ済まされないことだってあるのよ。いい大人なのにそんなこともわからないの？それに慰謝料払ったんだよね。つまり認めたってことじゃん。私は認めてないよ。でも両親が早く話を終わらせるために払ったの。私は争うつもりだったんだけど、当時は大学卒業したばかりで何もできなかったんだよ。あんたの言い訳なんか聞いてないし、お金払わないんだったら全部お兄ちゃんに言うだけよ。言い訳じゃないの、全部真実よ。じゃあどうしてお兄ちゃんに言えないのかな。知ってると思うけど、うちの両親って母さんの浮気が原因で離婚してんの。浮気で家庭壊されてんのよ。それは知ってるけど。だから兄ちゃんも父さんもあんたが浮気女だと知ったら終わりだからね。まあ私は理解ある方だから黙ってあげてんの。感謝してよね。感謝って脅しじゃないの？そんなこと言っちゃダメじゃん。私を怒らせたらどうなるか分かってるでしょ。ちょっとムカついたから350万に増額するわ。よろしく。本当にそんな大金すぐには用意できないよ。じゃあ1週間だけ待ってあげる。でも1日でも遅れたらすぐにお兄ちゃんに言うから。ちょっと待ってよ。もう言い訳なんか聞かないから、振り込んだら連絡してね。それ以外の話は一切聞かないから。もううざいから1回 LINE してくるごとに10万プラスね。そんなの無茶だって。はい、1回目360万円よろしく。お兄ちゃんと結婚したいならさっさと振り込んでね。今日で1週間なんだけど、まだ振り込まれてないよ。そうね、もう1週間だね。何落ち着いちゃってんのよ。何？兄ちゃんと別れたいの？別れるつもりはないよ。だったらさっさと振り込みなよ。本当に兄ちゃんに言うよ。これは脅しじゃないんだからね。もういいよ。私疲れちゃったよ、ゆかちゃんと付き合うことに。何よ、兄ちゃんと別れてもいいっていうの？あんたみたいなババアじゃもう兄ちゃんみたいなイケメン高収入な男見つけるの無理だよ。ちょっとお金払うだけで結婚できるんだよ。結婚はするよ。だからそのためにお金払えって言ってんのよ。今日中に振り込まれてなかったらあんたもう終わりだから。お金は払わないよ。むしろこれまで払った分も返してもらうから。だったら全部兄ちゃんに言うから、今からすぐに LINE するよ。別にいいよ。何、開き直ってんの？無駄な抵抗はやめてさっさとお金振り込んで。だから振り込まないって言ってるでしょ。兄ちゃんと結婚したいんでしょ。今回で最後にしてあげるから。だからすぐに振り込んでよ。随分と焦ってるみたいだね。何か困ることでもあるの？払わないと困ることになるのはあんたの方じゃないの。私は忙しいんだからさっさとして。忙しいってまたパチンコかな？それとも借金取りから逃げるとか？はい、
あんた何言ってんのよ。あんたが私の過去を探ったのと同じように、私もゆかちゃんのことをちょっと調べさせてもらったのよ。ずいぶんとパチンコに夢中みたいだね。で、相当な額の借金しちゃってるね。やばいとこからも借りちゃってるんでしょ。はあ、たった1週間でなんでそこまで調べられるのよ。何、ずっと私を監視してたわけ。1週間じゃないよ。ゆかちゃんが繰り返しお金求めてくるから2ヶ月ほど前から探偵に依頼しておいたのよ。絶対何かあるって思ってね。やっとその結果が届いたのよ。はい。ちょっとあんた何を言ってるの。私を脅すつもり。ずっと私を脅してたのはゆかちゃんだよね。他にもいろいろ知ってるよ。お父さんの名義まで使って借金してるよね。これは犯罪だよ。犯罪って大げさよ。家族なんだし、家庭の事情にまで踏み込まないでよ。もう家族じゃなくなると思うよ。お父さん、ゆかちゃんを監督するってさ。はい。あんた何言ってんのよ。チクったの。ありえないんだけど。じゃあ私もあんたの過去を全部バラしてやるんだから、覚悟しときなよ。まだそれが通用するって思ってる？もう自分で全部話したよ。守にもお父さんにもね。そしてゆかちゃんがかつて私を騙した男と共謀して私を脅してることも証拠付きで報告しといたから。共謀とかしてないし、そんなの知らない。とっくに調べをついてるのよ。ずっとあの男の家に入り浸ってるよね。今もあいつの家にいるんじゃない？実家にはいないみたいだけど。え、あんたどこにいんの？守の実家だよ。ゆかちゃんにとっては元実家だけどね。何勝手に上がり込んでんのよ。それに元実家って何よ。ずっと私の実家だし。いやいや、私はもうすぐこの家の嫁になるんだし、それにお父さんも守も一緒だよ。ちなみにこれまでの LINE の履歴も全部見せたし、今もリアルタイムで見てるよ。お父さんも守も激怒してるけど、それでも帰ってこれるかな。あんたが嫁とか私は認めないし、父さんも兄ちゃんも分かってくれるもん。私はあんたと違って本当の家族なの。実の娘であり妹なんだから。だからそこは私の家なの。じゃあ帰ってきてみれば。入れてもらえないだろうけどさ。それにゆかちゃんに認めてもらう必要はないよ。絶対仲良くできそうにはないからね。あ、でもおかげで過去の嫌な出来事も全部話すことができたし、その点は感謝してるかな。ちょっと待って、父さんも兄ちゃんも連絡つかないんだけど。 LINE の既読もつかないし。もう絶縁するって言ってるからね。 LINE もブロックされたんじゃない？いやいや、そんなのありえないよ。なんで実の家族よりあんたみたいな他人を信じるのよ。あんた父さんと兄ちゃんに何したの。ふざけないでよ。訴えてやるから。私はありのままを全て話しただけ。ちゃんと証拠まで揃えたからね。まあ、どうしてもっと早く相談してこなかったんだって叱られちゃったけど、確かに私も隠してたことは守を信じきれてなかったのかな。ありがとう。おかげで守との愛がもっと深くなった気がするよ。やめてよ、ラブラブアピールとか聞きたくない。マジでうざいから。それより私はどうすればいいのよ。私は知らないよ。その男と一緒に暮らしたらいいんじゃないかな。まあそのまま平穏には暮らせないと思うよ。今回の件、警察に被害届出しておいたからね。ペアで塀の向こうにご招待。何楽しそうにしてんのよ。被害届とか無効なんだからね。あんたも兄ちゃんと結婚するなら家族ってことでしょ。だったら別に犯罪じゃないし。私はゆかちゃんと家族になるつもりはないんだけど、それに守もお父さんも絶縁するって言ってるからさ。そもそも仮に家族であってもお金を騙し取ったら犯罪だからね。お姉ちゃん待ってよ。私たち家族なんだからさ、許してよ。いきなり何？私はゆかちゃんのお姉ちゃんにはならないから。そんなこと言わないでよ。別に悪意があったわけじゃないのよ。私昔からお姉ちゃんが欲しくてさ、だから甘えてみただけなの。いやいや、散々結婚させないとか終わらせてやるとかわめいてたじゃん。あの男に何吹き込まれたんだか知らないけど、300万以上も脅し取ろうとするとか甘えってレベルじゃないから。そうよ、私彼にやらされてたのよ。嫌だったんだけど仕方なく。お姉ちゃんも騙されてたんだし、あいつがひどい男って知ってるでしょ。確かにあいつもクズだけどさ、一緒になってやってたあんたも同罪。
それにあんたらが私から脅し取った金で楽しそうにデートしてる写真もあるんだけど、とても脅されてるようには見えないんだけどな。無理やり連れ回されてたの？本当なの？私は悪くないの？言い訳は警察でしてね。あとこれまでに騙し取られた50万円はきっちり返してもらうから。あとお父さんの名義で作った借金もちゃんと返すんだよ。さらに自分名義の借金もあるみたいね。大変じゃん。頑張って。そんなの無理だよ。お願いだから助けてよ。ねえお姉ちゃん。うざいからもう LINE もしてこないで。1回ごとに慰謝料として10万請求するよ。散々脅されてたんだから本来は慰謝料も請求できるんだからね。そんなの無理。やめてよ。反省するから助けてよ。はい、1回10万円請求するね。今のは農家。やめてよ。冗談言ってる場合じゃないから。はい、20万ね。黙らないとどんどん請求が増えちゃうよ。やっと黙ったね。じゃあそのまま塀の向こうで反省してね。バイバイ。その後、ゆかと最低男は逮捕されました。二人はバイト先で知り合って、一緒にパチンコ通いしながら愛を深めていたんだとか。このパチンコが原因で二人は借金を作り、困り果てていたタイミングで、私がゆかの兄と婚約したことを知り、今回の計画を立てたみたいです。実刑にはなりませんでしたが、実家にも頼れなくなって、二人はボロアパートで借金の返済に追われる毎日を送っているんだとか。今思えば、早い段階で守りやお父さんに全て打ち明けておけば、これほど大ごとにはならなかったのかもしれませんが、ゆかの最低な本性を先に知ることができたので、帰ってよかったのかもしれません。現在、私と守は結婚して幸せな毎日を送っています。